知ってます？はい。あ、早っ。さっきの会話入ってない？うん。あ、よかった。こんばんは。頭大盛り。大盛りしか残ってなかった。最高じゃん。逆に？え、なんかキムチとかおろしもあった。え？見てる。どこのやつ？分かんない。これどこの？松屋。ちょっと牛丼か。あ、松屋だ。でポン酢タレって持 ってきたけどさ、これにかけるやつだと思う。全然しなんかいるの？あったけど、シーザーとかでこっち系、さっぱり系が良かったの、うん、絶対これおろしのさ、牛丼にかけるやつだ。そうだよね。まあでも、いけるよね。えいけるいける、ありがとう。まだいけるポン酢なら。こんばんは、ありがとうございます。え、嘘でしょ、初めて見た。そんな人いけるって、無理かな。いけるいける。私って和風、チャー風かけすぎかな。いいんじゃない。こんばんは、こんばんは。ずっぴんなのでマスクつけてきます。マスクついてないのはいっぱい加工してストーリーに載せてきました。グレーのストーリーにはマスクの姿を言ってます。いただきます。うん、いけるいける。おいしい。うん、これもらった、ゆみちゃんに。あげた。隣にはゆねちゃんがいます。くるみは夜ご飯タイムです。牛飯頭。頭って何？牛とじゃない？牛牛ってこと？肉を盛りってことだね。頭っていうのが、え、わかんないわかんない。でも美味しそう。めっちゃ美味しそう。牛丼って私は食べないから。まあ、ゆねちゃん食べるよね。大好き、牛丼好き。週1朝かも。月3ぐらいは行く。なんかすごい一人で行くってなったら牛丼食べてるイメージ。牛丼マジでしょっちゅう一人で行く。今マジで一時キャラあるの。今牛丼。次なんだろう、ちょっと予想してみよう。夏だけどね、ちょっと牛丼きつくなってくるよね。冷麺食べたい。冷やし中華食べたい。冷やし中華マヨネーズかけて食べないじゃん。まあ、食べる。私何でもマヨネーズかける。よし、やでーす。めっちゃマヨネーズかけるんだよね。うん、今から餃子食べるんだって。いいな。いいな。でも私昨日食べたから。餃子昨日食べたの？うん。へえ。昨日は中華だった。あ、いいね。餃子ありがとう。お手紙。ゆねちゃんって食べ物くれるんだねって書いてる。なんか1個あげるよりももうまんまあげる。くるみのために持ってきてくれたんだって。優しいでしょ。いるかなと思ってる。くるみのこと好きでしょ。そうだよ。うん、ありがとう。そうだよってやれると思わなかったですよ。うん、思わなかった。自分のもある。あるんかい。自分のも買ってる。なんか私もゆねちゃんと会ってテンション上がってる。ありがとう。マイク、何これ今カラオケ習慣かなんかやってんの？え、なんか牛とね、すごいなんかパリピじゃない？なんかミラーボールとかさ、ギザギザの。キュッピーミラーボールだったよね。うん、そして嫌です。本当ありがとう。え、
上だけ頼めるんだっけ、牛丼って。え、めっちゃいいね。うん、米自分で炊いてってことでしょ。なるほどね。あれもできるよね、ココイチのさ、カレーのルーだけテイクアウト。え、ご飯食べないってこと？ご飯は家で自分で炊いて、ルーだけテイクアウトするとちょっと安いじゃん。あ、そういうこと。そう。うん、ありがとう。ニーネちゃんとご飯食べに行くの？何食べに行くの？いつもバラバラだけど、この前行ったピザ美味しかったよね。美味しかったね。あれまた行こう。うん、なんか行き当たりばったりで入ったお店が美味しかった。美味しかったよね。しょっちゅうご飯行くよね。うん、月1では行ってるかな。全然行ってると思う。月1より行ってるか。うん、だから制服の目のあとは毎日行ってたもんね。あ、そう、制服の目の時はなんか全然行ってたよね。多かったけど、だってさ、5時開演とかだったね。早いもん ね、終わるのが。公演終わりのマック最強だよね。え、行ったね。行った行った。一番最強、染みてたよね。うん、で、制服の皆さん出なくなったらご飯行く回数が減ると思うと寂しいね。ね、本当にあの合わなさすぎて。え、それな。こんなに、あ、なんかさ、合わないって言ったって合うと思ってたからさ、うん、こんなに合わないんだって思った。合わないね。マジ、みんな、あのインスタとかで見てるもん。わかるわかる。存在確認。起きてるみたいな。もうなんかみんなみたいな感じ、推しの存在確認、同期の存在確認してる。だからなんか同期が SNS 更新してたらテンション上がるもん。あ、ゆめちゃんストーリー上げてるとか思う。おやつ食べただけ。そう、ゆめのおやつ。なんかちゃっかりハッシュタグもつけたよ。そうだよ。1ヶ月全く会わないはなさそうじゃない。1ヶ月も使わなかったら合うよね、無理やりでもね。うん、1ヶ月はまだ経験して、まあ、そんな経ってないから無理だけど、1ヶ月合わない、うん、無理。ちょっと連絡しちゃう。そうやね、あの、いつ空いてるって言っちゃう。普通に無理だよ。うん、あ、え、だって1ヶ月に1回ご飯行かんかったことなくない？うん、行き過ぎ、うちらがなんか頻繁に行き過ぎ。本当にありがとう。本当にこんなに行ってるのに朝日を行けてないって。いや、本当にね、ね、行きたいとこ行けてないの、うちらって。え、そうそうそう、行き当たりばったりで、ね、行きたいとこ何個も候補出してるのに、うん、行き当たりばったりになるの、ね、毎回。そう、全然違うとこ行ってる。だよね。うん、行きたいとこのリストめっちゃあるよね。うん、貯めてるよ私。そうなの。うん、私はもう行きたいっていうのだけ言って忘れてるよ。なんでだろうね、2人ともふっかるにだからかな。ふっかるだよね。うん、自分の間もボサボサ伸びた。伸びた。今日ちょっと切ろう。今日切るね、みんな前髪を。切らないですね。食べ物の好み合うの？何でも食べるからじゃない？いや、食べる。食べ物そんなないよね。うん、うん、強いて言うなら、二人ともめっちゃ辛いのは食べないから。あ、そうそうそう、辛いの苦手だもんね。うん、なんか辛いラーメン食べたいとか、そうそうそう、辛い鍋が食べたいとかならないから。なんないね。それは合うかも。あと甘いのも好きだし、甘いの苦手な子いるじゃん。でもくるみちゃんほど食べれない、甘いもの。うん、そうだよね。うん、すっごい食べるよね、甘いもの。私食べれると思っていうものもちゃんと食べるよ、うん、生クリームの塊みたいな。うん、ヤンボスさんありがとう。もうそんぐらいだよね。全然でも好きだし、なんかね、あれでしょ、パンケーキの上に乗ってるポップクリーム。そうそうそう、ここまでいらんみたいな。ちょんちょんちょんでいいよって思っちゃう。うん、かな、でも22ぐらいになったら思うよ。思うかな。うん、そんなにいらんって思う。みんな思ってる、思うよね、みんな。パン
ケーキの上の生クリームあんまいらん。いや嬉しい、生クリーム乗っとんのは嬉しいけど、うん、なんか添えでいいぐらいって感じ。半分でいいんだよね。半分でいいし、なんか添えて別置きとかでいいぐらい、うんうんうん、みんなも分かってくれると思う。あとありがとう。あ、ちょっとでいい。20代超えたら分かる。ありがとうございました。普通におめが生きてた。おめいいよね。分かる分かる。たんだけど悲しい。分かる、一緒だよ。私もおめ全然いける。割と合ってる印象あるけど。何が？ゆめのきもちゃん？うん、あ、じゃ自分の中で足りてない。前が合いすぎだったんだよね多分。だし別にあのゆうねちゃんと合ってるのかもしれないけど、なんか合ってる感覚になれない。分かる分かる。なんか前が合いすぎて足りない。前週5ぐらい学校。今が久しぶりの再会。久しぶりの再会、再会だよ。いつあったっけ？一昨日ぐらいあったっけ？一昨日ご飯行ってね。一昨日じゃない。一昨日じゃない。1週間前、そんな経ってない。日曜日とか。あ、日曜日、日曜日、日曜日だ。あれ木曜日だ。日曜日から木曜日。ほら、会ってない。4日も会ってないもん。ちょっと無理だよ。うん。ハト、ありがとう。いや、それは久しぶりと言わんのよとか言われたわけで、久しぶりなんだよ。いや、ダメだよ。ありがとう。そう、辛いもの食べない中の、あ、でも赤から食べてみたい。食べたことない。そう、私あるよ全然。でも選べるよねあれ。え、そうだっけ、辛くないの選んだら美味しかったよ。食べたい。でも夏終わっちゃ、夏来るからちょっと違う。そんなことない。まだいけるくない。かき氷食べたいよね。え、それな、おしゃれみたいな。去年食べれてないから、その今時かき氷的な。ね、わかる。今時かき氷やめて。え、そのさ、お祭りとかのかき氷じゃなくて、なんていうの、わかる？わかる。言いたいことは一番難しいかも、そのかき氷。そうそうそう、高いやつね。ちょっとね、大きめの。ありがとう、美味しかかたん。美味しいしかかたん。美味しいしかかたんよね。私は激辛カレー大丈夫です。お断りします。完全に。これってさ、ご飯の上にドボンしなくてもいい？した方がいい？いや、私はするけど、しないのはしないでもいい。ありがとう。ドボンしない？うん、ありがとう、お花。いただきます。ありがとう。同期で一番会ってないの誰？最近？うん、リーナちゃん。あ、マジ？とアンズちゃん。いや、アンズちゃん会った。私サクかも。サク会ってない。キョッピーとサクはすれ違った。すれ違ったんだ。うん、すれ違った。キョッピーとアンズちゃんは会った、この前公園ね。うん、リーナちゃんだ。リーナちゃん会ってない。ほんと一緒になることないじゃん。ないね。まあ、マジで6人でご飯行きたいんだけど。ちょっとあと、ありがとう。サマーツアーまでちょうど1ヶ月だって。え、チームイどこが最初なの？名古屋かな。あ、名古屋から始まるんだ。名古屋、大阪、仙台。名古屋、大阪、仙台。へえ。うん。
こんばんは。ギャップにサンプルあげた？うん。あ、そっか、誕生日当日に会えたからね。私まだ渡せてないんだよね。こんばんは。会う予定、会える予定ないの？え、ない。買ってんだけど、ない。え、そうでしょ、福岡の宿値上がりするか、値上がりというかマジで予約取れなくなるから早く取りな、みんなマジでさ、めっちゃ被ってんの、なんかいろんなものが。お祭りやらライブやらが、うん、あ、その日福岡であるけん。なるほどね、夏コンの期間ってこと。そうそうそう、福岡の日が、うん、絶対人多いよ。ありがとう、アンプ。ゆぬ、6日ゆぬちゃんと一緒の服着ないです。16日、うん、違う、着るよ。合格式です。確かにご飯屋さん一緒になります。よくしといたらいいかも。何が一緒になるよね、うん、え、あとの方着る。うん、え、うん4部できる。あー、4部いる。うん、弁当食べて、ご飯食べてるから、うん、ツインテールしようかなと思って。え、待って、うん、4部ツインテールしてる。うーん、ほんとでさ、今やったらやるけど、あの、ちゃんとできるけどさ、うん、なんだっけ、アンテナのさやつ毎回ハイタッチしようとするけど、ちゃんとできたことないよね、いつもめっちゃめっちゃ下にトロキア入ってるのにさ、綺麗に重なったことないよね。なんか悪いのかも。なんか悪いよね、多分ね、うん、仲間の歌も最初も全然気やばいよ、うん、でもあれ、はい、最初さ、ハート作る時とか合ってないもんね、多分。高さ全然違うしさ、ただ一人だけ楽しんでる。ほんとありがとう。楽しかったらいいよ。めっちゃ楽しいよね、こっちはね、うん、みんな楽しんでくれてたかな。ゆうくるファン楽しんでくれてたかな。どうでしたか。どうでしたか。またやってるわとか思ってた。うん、ツインテールするんだね。一緒じゃん、ゆねちゃん。うん、ツインテールまで一緒とか運命だね。運命だね。2,3でツインテールする。うん、1がハーフアップで、うん、2,3ツインテールで、うん、4休みで、うん、5,6リターンする。うん、です。こんばんは。え、何が。メガネどうするか思ってんだよね。メガネね、マジドバあるのしかなくて、一旦コンタクト外して入れようかな。コンタクト外してこう見とっていっかな。全部悪い。あれれれれ、あれれれれ、あれれれれ、初見です、ありがとうございます。あ、待ってよかった。え、なんか100均とかの頭のメガネ似合うんだよね。100均とかにメガネ売ってるの。売ってるらしいよ。ブタメガネ似合わんちゃうんだ。めっちゃ似合わんメガネ多くない。うん、私も。めっちゃ自分のじゃないと似合わない。うん、わかるね。うん、あ、止まってた、あらあら、みんなありがとう。こんばんは。衣装のはね、借りれないね、メガネ。あれ、当たり外れあるもんね。そうだね。でもパッて撮るから。そうだね。あ、まあ、選ばずに撮ってるんだけど、うん。時間なくて。そうそうそう。似合わんって本当に似合わんもん。びっくりするもん、自分。あれみたいな。ありがとう。ありがみんな今日何にしてたのって聞こうと思ったけど仕事か。お疲れ様。うん、
くるみはレッスン頑張ってます。こんばんは。ありがとうかな。いいな、サマンサ、仙台行きたい。来てよ。行きたい。なんなら全部来てよ。名古屋と大阪も。名古屋は行けるよね。うん。すぐそこでしょ。絶対だよ。絶対名古屋。大阪いいな。海場行きたい。行ったよね。いつ行ったっけ。本当に行きたい。うん、なんか。いつ行ったっけ。冬？ハロウィンじゃない？あ、ハロウィンだね。うん。ハロウィンに行きたかったんだよね。うん。楽しかったね。うん。あ、本当に夢の国新しいエリアできてんでしょ。絶対入れないな。やばいらしい。なんか2時とかから並んでたみたいなニュースみたい。やば、夜の？うん。寝るわ。エリアに入るための列が2時からな。寝る寝る。睡眠、ね、テント持っていかなきゃいけない。入って疲れるよね。うん、すごいマジで。なんかさ、YouTuber の方とかがさ、なんか先に行っとるみたいな動画めっちゃ見てた。わー、いいなーみたいな。 YouTuber になるかな。え、初めては YouTube ゆうくるです。いいじゃん。バズるかな、うん、難しいかな、うん、本当ありがとう。多分みんながバズらせてくれるよきっと。本当、うん、ディズニー入れるぐらいまでなるかな。頑張ろう。頑張る、うん、みんなよろしくね、拡散。そのあとなくしてくれるって。ありがとう、1人増えた。5人ぐらい。5人ぐらい増えた。ありがとう。はじめますね。ガチだと思われてる。はじめますね。始めないです。こんばんは。ニラボルだ。ありがとう。手ちょうだい。何？手ちょうだい。ありがとう。ありがとう。またありがとう。5回目の人信じるの確かに確かに。よくないよくない。よくないよくない。よくない。何も始めないです。今のインスタとツイッターとショールームを拡散してください。よろしくお願いします。でも編集とか超大変そう。うん。でもさ、なんかさ、やっぱりさ、字幕ある方がさ、好きよ、私。分かる分かる分かる。あの、コスメとかのお知らせとか、値段書いてくれてめっちゃ嬉しい。分かる？全然、それ大事だよね。ありがとう、音符。あとさ、そのさ、時間、さ、やってるさ、例えば例えばだけど、うん、お寿司を食べる動画として、うんうん、例えばね、例えばだよ、こんなのないけど多分、マグロ食べました、サーモン食べましたみたいな、うんうんうん、で、マグロ、サーモンってさ、押したらその動画流れるじゃん、その秒数で。あれめっちゃいい。わかる、大変そう。でも、うん、ね、思ったスタバのほうじ茶&クラシックティーラテみたいな、キョッピーが、キョウちゃんの先生がびっくりした。え、なんかツイートしてると思ったら、あ、スタバねと思って。キョウちゃんの青春がどんどんみたいな。うん、キョッピーの青春なんだあれ。そうなんだね。でもいつなくなったんだっけ。なんかなくなるってバーってなったの覚えてる。え、あれこれだったんだ。あんまちょっとよく分かんなくて。ね、ほうじ茶めっちゃ好きってわけじゃないけど、なんともいいや。おいしい、おいしい。抹茶のが好き。あ、分かる、抹茶おいしいよね。もうすっぴんでマスクしてます。本当ありがとう。
ありがとうミラーボール。でも飲んだことないかも、ほうじ茶。え、ほうじ茶を飲んだことがない？ほうじ茶クラシックティーラテ。あ、それはない。私も飲んでみた。なんかそんな京ちゃんの青春とか言うぐらいな。うん、結構喜んでたよね。うん、びっくりしちゃった。ありがとうミラーボール。京ちゃんスタバ好きだもんね。うん、そんな常に持ってるよね。もういい、ありがとう。あ、憧れる、ああいうの結構。私、常にセブンのカフェだって大好き。ありがとう、レインボースター。セブンイレブンアプリだね。アプリ、なんか今も持ってるのかな。スタンプ集めれるのね。へ、10個貯まったら1杯もらえるの。もらったの、それで、うん。めっちゃ飲んでる、ショーペン。そうだ、めっちゃ飲んでる。いつも持ってない、割とあれ。うん、なんか結構コーヒーとグミを常備してる。あとパンとビーダー。キモいよね、組み合わせ。バラバラ。じゃあ、その自分がシーンによって違うの。例えば、うん、レッスンだったら、うん、パンとビーダー10秒チャージなの、うんうん、でも自主練だったら、うん、あのグミと、うん、あのコーヒー、うん、セット、うん、で、公園だったら、うん、あ、わかんない、公園お弁当食べるか。お弁当取れない日、取れない日、取れない日、一緒に出てないもん。あ、そっか、うん、あ、塩むすびです。塩むすびと、そうだ、塩むすび、塩むすび常備してる。そうそうそう、うん、ありがとう、そうなんです、私の食べ物ルーティン、うん、基本それだよね。基本それ。塩むすび公園前食べ、塩むすびとリーダーで公園前食べるもの、うん、とかライブとか、うん、感じ。こんばんは。あ、うん、今日パン持ってなさそうです。今日パン持ってないよ。自主練パンないから。そうそうそう、自主練お腹すけばコンビニ行くけん、うん、ありがとうメイク。とりあえずお菓子と水があればね。そうそうそう、お菓子はちゃんとある。うん、今日から。くらみちゃんのは、うん、パン持ってない日もあるよ。最近のおすすめお菓子、私は本当に忍者飯。なんて言った？忍者飯。え、私に影響されてんじゃん。うん、そうだよ、ずっと忍者飯好きって言ってる。何焼き？え、ぶどうからラムネ食べてる。そうだよ、梅食べれない。うん、わかる、私も食べれない。食べたことないけど、梅がめっちゃバクバク食べれる方じゃないから。そうそうそう、うん、これバンドじゃないよ。バンドわかんない私。ブラックピンクね。ありがとう音楽マイク。最近あれにハマってるの、プリッツのホタテ醤油味。何それ？めっちゃ美味しいの。うん、あれ食べて、マジで美味しい。あれも美味しかった、この前のじゃがりこ。明太、明太なんだね。うん、そう、ピリちゃん細いやつ。うん、マジで美味しい。ハタ、ありがとう。グッズ楽しみね。浴衣の載せてたね、写真。そう、私も載せたいな。載せない。何色着てたっけ？まだ秘密？まだ言ってないけど、うん、言う？私は青と赤と白、白入ってたかな、なんかそういう系。覚えてないの？あったくない？ゆうねちゃんと。だってそう、二人でえらい喋らないよ、喋ったけど、めっちゃ撮影ゆっくりしてた、私たち。うん、ずっと喋ってたくない？うん、髪飾り一生さ、選んでて。こんばんは。ん？
いたよね、一緒に。一緒にいたよ。そうだよね、うん、今はゆかか、あ、サンプル写真出てたって。ほんと見つけられなくて、サンプル写真ね、私もどこに電話出てたの、めっちゃ探したんだけど分かんなかった。マスクはね、すっぴんだからマスクで。あと、ありがとう、1話のサンプルがあったんだって。うん、マートとレンボスト、ありがとう。ゆねちゃんと年の差感じることある、だって。え、この前ジュニゲだよねって話してたことあったよね。なんだっけ、なんだっけ、なんか言ってた、なんか言ってたけど忘れた。あんた、ありがとう。基本感じないよね。私は感じてないけど、わかんないよね。私も感じてない。年下と思ったことない。いいのか悪いのかわかんない。なんか年下だけんっていう気の使い方をしないかも。まあ、しっかりしてるってことだよね、うん、そういうことにしとこう。しっかりしてる、しっかりしてないときもあるけど。ええ、嘘。なんかいっぱいだ。いっぱい。そうだよ、限定品だよ、あれ。何が？浴衣のやつ、グッズとか。ありがとう。元気だよ、みんなも元気？でもね、足だけが痛すぎて足の直し方教えてほしい。お風呂つかりな。そんなの長いね。ね、でもお風呂つかりって言われそうだよね、みんなにも。うん、うん、みんなの選択肢をなくさせてあげた。それ以外考えるために。ありがとう、ハナとハナと。谷さんにいつも言った、リハ終わりしかなくてさ、何してたのみたいな、リハでした、ちょっと風呂入れんよって。ちゃんとご飯食べれんよ、ちゃんと風呂入れんよしか言われ。ありがとう、花。エンボスさん、ありがとう。今から公園ですけど、終わったらちゃんとお風呂入れんよって。あ、足入れやすいじゃない、確かにいいね。うん。いいね。書いてる方いる。ふくらはぎ。私、ふくらはぎのすぐに痛くなるの、昔から。うんうんうん、マッサージ機じゃなかった、やば、うん、巻くやつ。え、いいの？え、いいいいいい。風呂洗ってドライヤーしながら、ここに足にマッサージ機のを巻いてドライヤーする。最強やん。そう、え、いいな。え、いいよ、おすすめ。こんばんは。それしたいぐらい。ん？それしたいぐらい。めっちゃいい。うん、そうだよね、湿布だよね。うん、湿布大事。足リラシートしたことない。ん？足リラシート経験、未経験者。いいよ、足リラシート。私いいね、あと1個しか使わない。ありがとう、いただきます。どうぞ。え、やば、私、うんって言ってる？言ってるか。なんて？なんかさ、この前見たんの聞き方で、なんか最近イラッとしたことみたいなテーマの時に、うん、同期3人が、ゆうねがうんって聞き返すことにイラッとくるみたいなって。聞く聞く。言うんだ。めっちゃ言ってるよ。全然わかんなくて。うん？って言われる。言ってる？言われる。全然無意識だった。嫌なことそれ書いてるんだ、同期。イラッと、最近イラッとしたことで、テーマひどくない？うん、慣れた、私。ん？慣れた、うん、今もって言った。うん、いかん。
てたのに。分かるの、先輩やん。めっちゃ先輩やで。そんな言ってんだと思って。うん、癖だよね、多分ね。うん、うん、美味しい。レモン、話は聞いてないわけじゃないんだよ。うん、タイミングだよね。タイミングと聞こえなかった時、うん、運動さん、ありがとう、買った買って、ありがとう、こんばんは。うん、私の癖なんやろ。癖ある。癖？私って癖あるのかな。でもなんかアンケート書くときに、うんうんうん、なんだろうと思って、なんか大丈夫大丈夫ってすぐ言っちゃうのね。ああ確かに。って言われて、うんうんうん、大丈夫大丈夫ってよく言ってるって、うん、だから書いたけど、うん、私癖なんだろうって思って。癖、うん、なんかあるかな。慣れた。慣れちゃった。わかんないよね。ってしちゃう。これ違う、関係ない、関係ない。なんだろう、私癖なんかあるかな。なんかありがとう。癖、悩んでる悩んでる。なんかない？わかんないんだけど。感じたことない。ない？本当か。これ独特だなとか思ったことないかも。でもなんかゆねちゃんのも聞いて、あー確かにみたいなになったから。そんな気になってはない。うん、もうよかった。ガチ腹立つとか言ってたけど、ガチだったな、あの人は。慣れたね。なるほど、じゃあ慣れてもらおう。なんか、うん、あの3人は。そういう日もあるよねって言いがちだって、くるみちゃん言ってるよ、ね、言うかも。楽してるね。確かに言うかもしれん。そういう日あるって言う、うん、そういうことあるからってなる、うん、なんかマインド、うん、そういう感じで生きてる、うん、どうにかなる精神。なんかさ、MBTI あるじゃん。どう、なんか、なんだっけ、マジでクルミとリーナ MBTI 診断やりすぎないよね。あ、マジ一緒喋ってるから。なんかどうにかなるみたいなのの人か、心配性かみたいな、うんうん、心配性ではあるから、でも基本どうにかなる精神だから、ね、そっち寄りなのね。じゃあ心配性だよね。うん、ありがとう。いや、それは心配性、心配することは心配するよ、うん、ちゃんとやらなきゃって。うんうん、それはそう。うん、MBTI 診断さ、それこそ同期にやれって言われてやったんやけどさ、うん、いや、あれは4文字覚えきらんくてさ。初め覚えれないよね。うん、まさに今 MBTI 何って言われたら分かんない。そのやった後のスクショだけ残ってるから見れば分かるけど、うん、分かんない、覚えてない。あの、ちょっと長い、あれ、喋ってる文字が、なんか初め日本語の方で覚えない。あー、なんか冒険家みたいな。うん、私なんとか忘れて、それすら覚えれない。うまめっちゃ酸っぱいね、これ。え、そう、え、疲れてるかなと思って。どういうこと。美味しい、カムカムレモン好き。美味しいよね。なんか他のも悪くない、うん、カムカムなんちゃかみたいな、うん、カムカムシリーズ全部美味しい、うん、美味しい。
瀬戸内レモン。本当ありがとう。ありがとう、マイク。INTP が通ります。忍者飯ね、さっきまで食べてたんだよ。でももう残りなんか2粒ぐらいしか入ってなくてすぐ食べちゃった。守りたくないよ。ありがとう、ありがとう。リハの時忍者飯ちょうどいいよね。忍者飯とラムネだけ常備して、わかる、ラムネ入れよう。もうね、何でもいいから頭働けって思うよ。そうそうそう、なんか本当に一回マジで、うん、もう頭パンクしそうで、うんうんうん、逆になんか眠くなっちゃってやばいって思って、うんうん、で休憩の時にラムネ5粒ぐらい食べたの。いかないじゃあもうパチって目開いて、ほんとめっちゃ元気になって、うん、たまたまなんだろうけどすごいと思った。すぐカフェイン、あーコーヒーすぐカフェイン。男性嫌です。音符やペンライトありがとう。酸っぱそうなの顔に出てない。全然あの食べれる酸っぱさだからかな。みんな今日もよく頑張った。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。マイク。忍者飯は目覚めないよ。覚めないね。普通に硬い美味しいグミ。はい。こういうさ、コーティングがあるもの好きなんだよ。え、グリル。あと、あの、酸っぱい砂糖ついてるみたいな。あ、で、ポイフル美味しくない？うん、ありがとう。うん、ポイフル美味しい。ちっちゃい頃の方がめっちゃ食べてたかも。いや、わかる。あのさ、ポイフルのね、おじいちゃんもポイフル好きだったんだけどさ、おじいちゃんが、あの砂糖がなんか嫌だみたいなってさ、私がさ、さつめでさ、砂糖を抜いておじいちゃんに渡してたの。やばくない？その砂糖、え、剥けるのあれ？なんか、バンってやったらさ、なんかあるやん、粉々になってきた。それにとかけらず取っておじいちゃんにさ、なんかこだわりがすごいね。そう、おじいちゃんがこれが嫌だみたいになったけど、私はおじいちゃんと一緒に食べたいから、うーん、私も別にいらないんだけど、うん、おじいちゃんと一緒に食べたいがためにグミの皮を剥いてた。やば、かわいいじゃん。かわいいね。うん、自分で言ってるし私はひいおじいちゃんとひいおばあちゃんの家に行ったら毎回板チョコとポテチがあるの。買ってきてくれてるの。おじいちゃんちやね。うん、でしょ。うん、私ポテチ食べないのね。え、あんま。なんで？いや、好きなんだけど、うんうんうん、チョコの、チョコ派なの。あ、そうね。うん、どうしてもチョコが好きだから、うん、だからチョコは食べてた。チョコ美味しいよね。うん、ポテチももらってたけどね。ポテチ何味派？幸せバター。あー、言ってたね。好き。あとあの筒のやつあるじゃん。うんうんうん、あれだったらサワークリームみたいな。サワークリームオニオン美味しい、ね。うん、あれが好き。なんか変わったやつ好きだね私。本当？サワークリームオニオンっていう感じない？本当？幸せバターはちょっと私はあんまり。美味しいよ。か。うん。ピザポテト私大好きなんだけど食べない？ピザポテト。あんま食べないか。ストレスがたまると夜中にあのでっかい袋のピザポテトとコーラをのさぼりつくっていうのを言ってたね。そう、よくないストレスさをたまにはいいんじゃないね。うん、4ヶ月で1回ぐらい結構たまにだった思ったより。あ、ほんと？うん、月1とか言うんかと思った。あ、そんな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 しない？うん、そんなしない。そっか。
4ヶ月に1回って少なくないだってね、年3回で全然あるよね、うん、年3回なお酒じゃなくてコーラだからね、可愛いでしょ、うん、あとありがとう。私コーヒー飲まないかも。もう飲んじゃないよな、うん、いつも水だよね水か緑茶ね、好きなんだよね、うんうん、水水ね、多分水、うん、ジュースより水とかお茶じゃない？うん、なんでだろうね、ゆねちゃんもそ飲んでるか、うん、コーラコーラってすぐでも本当に一番私のことを知ってると思う、ゆねちゃんは。本当に？うん、いい。確かに炭酸飲まない私。飲まないね。あんま得意じゃないんだよね。うん。ってなっちゃう。うん、炭酸大好き。ジンジャーエールとか飲んだことない。嘘でしょ。ほんと。ジンジャーエール美味しいよね。ジンジャーエール飲んだことない。通ってこう来てない。私あのさ、あるじゃん。サイダーとかさ、こんぐらいのさサイズをさ、段ボールで売ってるとかあるじゃん。はい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 、1本50円だけど段ボールで買ったら1本40円ぐらいになるよみたいな。うん、段ボールガチだね。そうで安いからさ、うん、コストコでじゃがりこの段ボールとかを買うよ。うん、それに巻きつけてもらってもう忙しい。ジーキ炭酸とか、うん、アンズさんも好きじゃない？割とみんな好きじゃない、うん、みんな飲んでるイメージある。それなりにリーナ謎じゃない、毎回ご飯行ってますなんとでも言う。なんかさ、焼肉食べた焼肉とデカビタ最高に合うわとか言ってさ。え、だしあの子は本当に朝一からコーラ行ける人だからちょっと特殊ちょっと特殊すぎる。マジでさ、おもろいよね。トーク会とかに置いてあるさジュースの組み合わせ超キモいよね。え、すごいよね。だってさ、あのさ炭酸絶対置いてるのね、自分の机に。あれ多分トーク会とかだったらさ、リップが取れないようにストローで飲みたいっけんさ、三ツ矢サイダーとかにストローさしたもん。しかもちっちゃいやつでさ、このさ大きいサイズのさ500ml のペットボトルじゃなくてちっちゃいやつのペットボトルにさいらないから絶対。だけどストローが絶妙に長いしさ、そのままトーク会行ったけど絶対トーク会に帰ってきたら炭酸抜けたしさめっちゃおもろくない？マジでおもろいよね。そしてリーダーおもろいよね。そのままでいてほしい、逆に。いやマジですね、本当におもろい。そっち謎の日本語使うよね。うん、でもエリーナちゃんは、うんね、うん、そう、生き方ロックだよね。わかる、わかる。もう何してくるかわかんないもん。次何食べるの、次何飲むのみたいな。肉じゃがとコーラとかさ、でもね、何でも多分コーラのと炭酸飲めるよね。水菜とかさ、飲める飲める。すごい。でさ、東海のケータリングってそんなになくなることないのね。うん、なくなることないのに新しいの出たらすぐ取り入ってさ、次トーク会でもさ冷めたの食べようなくならんけみたいな。いや、なくなるかもしれんとかってさ先に全部取っとるけんさ、マジでもう少しの中でご飯食べてる面白い面白いよね。あ、さっきツイッターにこれ載せようと思ったの忘れてた。配信中みたいな、ね、まだ間に合う？いや、まだだって10分ぐらいで始まるでしょ。意味ないか、やめとこう、やめとこう。マジでリーナおもろい、面白いね。みんな面白い、わかる。こんばんは、私はツーセット、イエイ、楽しみ。
ね、ゆねちゃんのレーン行きたい。ええ、6部いる？6部いるよ。6部やってる？やってる。いや、あれさ、レーン取りに行きたい。あー、しようよそれ。ね、合格キスの時ね。うん、しようしよう。したい。覚えてるかな？多分言うの忘れてる。え、やっぱやってみよう、配信中だよってまた、またちょっとだよ。いけるいける。いけるか。うん、こんばんは。オッケー、あ、ありがとう。ハートありがとう。やばい、めっちゃ今日やった曲歌えそうなっためっちゃ流れてる頭に。ありがとう。え、髪伸びた。確かに伸びたよね。あ、わかんないかな。うん、こっからだよ、うん、伸びたよね。めっちゃ切ってたもんね。うん、私でも切ってたぐらいが好きだったね。ほんと？うん、短いって言ってた時ぐらいです。あれは短かった。え、あんぐらいが今のゆねちゃんよりちょっと短いぐらい。え、そんなに？ゆねちゃんぐらいか。え、もうちょっと長いで。いや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 、めっちゃ短かったよ。いや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 、そう、あんぐらいが好き。ほんと？うん。え、絶対歌っちゃいけないでしょ絶対歌っちゃう。絶対歌わないよ。ハートありがとう。あ、ミラーボール来た。いい。制服が芽を出すよ。ありがとう。今制服の芽か。うん、終わってるかな。終わってそうだね。8時までで、しか出られない。やりたいね。うん、マジで2人で多くの人くらいでやりたいよね。やろうよ、ね、イエイ。いらんまで何度消しても燃え上がる愛しさ、あ、ジェラシー。いいですね。私ジェラシー全部覚えなきゃいけなくなる。はい、頑張ってください教えてね。はい、頑張ってください。教えてください。難しそうなのに、こう感想ぐちゃぐちゃみたいな。大丈夫です。やってない。大丈夫です。一緒にやりましょう。お願いします、はい、ありがとう。隣のバナナ、隣のバナナも一緒二人でやってほしい。隣のバナナって何？隣のバナナ、え、見て、すごい。このタワー虹がかかってる。ありがとう。え、すごい。ありがとう、さっちゃんさん。ありがとう、かわいい。素晴らしいのアリバイ、あなたしかうん、最近自主練合わないよね。なんかさ、たまたま行ってたまたま会う時とかあるんだけどさ、合わないよね最近。合わないね。なんでだろうね。なんでだろうね。なんでだろうね。ありがとう、本当ありがとう。万華鏡くるくると回しながら。私万華鏡好き。万華鏡やってみたい。あ、じゃあ万華鏡やるから。うん、ぜひとも呼んで。ね、私万華鏡大好きだよ。めっちゃいい曲じゃない？めっちゃいい曲だし、なんかダンスもなんか衣装も可愛い。うん、全部いい。 MC もあるし、ね、楽しい。でも万華鏡やりたいな。万華鏡やったら見てくれる？でも多く見てくれ。でも捨てがたい。捨てがたい。でも万華鏡は多くのプライベートも全然いけちゃう。って着替える。でも枯葉が出れなくなるんだ。枯葉も歌いたい。そうだよね、欲張りだね、欲張り。でもまあ貪欲に行こう。うん、うん、じゃあ私が1曲で2分間もしますもんか。うん、よろしく。今日の担当は私、原ゆんなです。いただきます。じゃんじゃんもーって枯葉が流れてる。それでよろしく。そのじゃんけんからの枯葉。うん、マジで万華鏡したいね。したい。万華鏡楽しいよ。なんかリハからいい曲すぎて見てた、めっちゃ。うん、全部出る。
全部で、ね、私が2回目して計3回ぐらい4回ぐらい、うん、なんかそれかも全部私真っ白な服で出る。あーなるほどね、うん、いや、そんな時もいいのね全部。そうだね、でもお前の以上は白いワンピースだと変だから上に革ジャン羽織って。あ、いいじゃんいいじゃん。で、次オオカミ、オオカミ、オオカミでもいいよね。あ、そうね、うん、脱いで、まあ、白でもいいじゃん、最悪。うん、何でもいい、最悪、いい。何次、六冠か。あでも誰かあの水色が踊りを間に確かに変える。確かに早く、ちょっと早く、ちょっとなんか羽織って、うん、で次枯葉だからちょうど白じゃん、うん、脱いで、で万華鏡も白でいきそうだから、うん、まあ、これこれして、ね、うん、めっちゃいいじゃん、よくない、いける、よろしく、そういう感じで。ね、狼とプライドやりたい。うんね。今六冠って略しちゃ、六冠って略しちゃった。六冠って略しちゃダメなのかな。言ってない。え、なんで知ってるの。ちょっと待って、ちょっと待って、なんで知ってるんだろう。誰が。え、可愛いんだけど。もう最初のやつが見えなかった。これ言っていいのかな。黙っとこう。え、でもかわいいやつだったよ。うん、何、今日サマーツアーのレッスンだから、だそういえばサマーツアーだから見た、うん、黒のゼッキン着てるの。同期に報告するために写真撮ったの。今日黒のゼッキン着てたからさ、皆さんみんなに業務連絡って、ね、黒のゼッキン着たよって。そうだから、まあ、チームだったのね、うんうん、チーム、うん、でなんか待ち受けマヤさんにしてるの、うん、その愛のホログラムの、うんうん、シングルイベントの時に、違う、間違えた、配信の時だ、なんか一人で撮らせてくださいね。そう、撮らせてもらって、それを待ち受けにしてるの私、うん、じゃあそれがレッスン中に見えてたらしくて恥ずかしい。でもあのメイさんマジ可愛い。でも喜んでくれて LINE が今来ました。恥ずかしいね。でもいい愛だもんね。いいこと。みんなも待ち受けくるみでしょ。それは嬉しい。あれマヤさんファン欲しい。え、そうだよね。めっちゃ可愛いの。マジで可愛い。マジでマヤさん何でも可愛いけど、マジでめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛く撮れたんだよね私。ちゃんとお腹が撮るけんちゃんと可愛い。ちゃんと、しかもね、一応さ、ちゃんと写真いっぱい撮るじゃん日頃から、うん、それをもうオタク目線で撮らせてもらったから、うん、めっちゃ可愛い、超可愛いんだよね。じゃ共有する場所迷うよね。でもあれはもう一人のものにしてくれよ。いいの、マヤさんファンめっちゃ可愛いよ。あれ、あれのホログラム衣装なかなか見れない。さ、シングルのさ、ツーショットとかでさ、うん、着てる人のは見れるけどさ、そんな見ないじゃん。見たってんじゃない、ツーショットから着てもらったタンクロの衣装。あ、でもライブとかで着るか。そう、うん、これからどうなんだろうね、いるかな。たまに着ない、シングル衣装。うん、ね、でもどうなんだろうね、フェスとかさ、暑そうはないじゃん。長袖、長袖でも空いてるじゃん。ノースリーブっちゃノースリーブみたいな。そうだよね。でもなんかココフラとかやるよ、涼しそう。あーそうだ。インスピとかめっちゃ暑い。うん、インスピって長袖だっけ。長袖、長袖、長袖、うん、え、わかんない、長袖だった気がする。靴めっちゃ踊りやすい、インスピとか。スニーカー、うん、そっか、違うもんね。めっちゃ踊りやすい、うん、え、ホーム画面ずっと変えてないよ。それだよ、ね、それそうじゃん。そりゃそうだよ、変えてないよ。マジで可愛いもんね、本当に。ずっとあれ変える予定もないです今のところ。てかずっとマヤさんファン欲しいだろうな。あ、16日にアイフォロの衣装着るんだって。マヤさんこの前約束したんだよね、ツーショット会一緒に撮りたいですって言った、うん、あら、言うのより先にそんなこと言ってる人がいたんだ。え、だってさ、後輩と撮ってたからさ。ああ、こんなキャラだったんだゆねちゃん。でも結構知ってる、ゆねちゃんのファンの皆さん、ゆねちゃんって結構重たいんだよ。めっちゃ面白い。生の里行った時にさ、
黄色と鼻のさあったのね。はぁ、エルサンドって言ってさ、アップしてさ、黄色とピンクだけが映る。めっちゃ重いんだよ、意外とこう見えて、ね、何も思ってなさそうでしょ。そうですね、そんなすごいんだよ。だってさ、エルさん知られてないね。エルさんに届いてしまったら大変。言っていいのかな。可愛いから言うけどさ、ゆうねちゃんファンの方にね、さ、昇格した時にみんなでいたのね。いたね。ご飯食べてたの、うん、みんなで。その時にやっぱりさ、うん、やっぱりさってか、そのゆうねちゃんの推しメンの方、うん、先輩から、うん、おめでとうって LINE が来てたんだよね。そう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 、言ったんだっけ。違う、言ったんだ。ゆうねちゃんが、そう、昇格しましたみたいな報告してたの、ゆうねちゃんが。それでおめでとうみたいな、うん、最初の LINE が来た時に一生悩んでたの。もうなんか私たちが悩む以上に悩んでたの。どうしようこれみたいな、送れないみたいな。でさ、考えなさそうでしょ。だってでさ、あと谷さんが送ってきてくださった LINE が長文プラススタンプだったの。そうで、スタンプしか見えてなかったんだよね。だけあ、普通はなんか報告したけど、スタンプだけかみたいな落ち込んでたら、その前に長文があって、めっちゃ泣きそうだった。そう、でもめっちゃ湧いてた。そんなった長文めっちゃ書いてくれてって。そう、すごいんだよ、この子意外と。でもそのスタンプしか見えてなかったけどさ、スタンプで回されたと思って、うん、忙しいんだよねってなってたんだよね。そうそうそう、それそう、スタンプ返してくださっただけでも、うん、ありがたいけど、そう、目を通してくれた、うん、くださっただけでも、既読ついただけでもありがたいけど、うん、分かる分かる。でもね、ちょっとね、そうなんてうの、でも、ね、もう ありえんぐらい長文に返ってきてて、そうそうそう、超テンションマックスみたいな。そうそうそう、すごくない。樹液ってこんなこんなにいっぱい6人いるんだよ。なんかさ、樹液ってさ、先輩を神様だと思ってる。そうそうそう、なんかさ、めっちゃ神様、裏でね、裏でだよ、もう本当に先輩は神様みたいな、神と思ってるけど。そうなんだよね、なんかマインドそんな感じだよね。わかる。まあ、多分ここが特に分かる分かる。ぐいぐい行かないじゃん。分かる。でもこれなれば自分は嬉しいの。そうそう、来てくださったら喋るんだけど、そのさ、なんて言うんだろう、分かる、言いたいこと、うん、で分かる。なんか先輩の時間をみたいな。そう、なんか喋りたいけど、なんか先輩の時間を申し訳ない、もしかしたら帰って5分でも遅れたいかもしれないけど、分かんないな、うん、もしかしたら練習したい曲があるかもしれない。でもさ、な、先輩がお弁当取ってなかったら全力で取らないし、分かる分かる。もし先輩が肉食べたいと思ったらどうしようって。本当にそんなふうに思わんよ、先輩。でもね、でもね、いや、過剰なんだけど、思わないよ。そう、過剰すぎるんだけどね。ありがとうマイク。まあ、いい子なのかな、どうなの。喋りかけてもらえたら超嬉しいよね。そうそう、それはめっちゃ嬉しいね。うん、だから次からもその喋りかけてくださった方っていうの、なんていうのにはいけるようになるんだよ。分かる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 。マジで自分からはいけない。そう、分かる。そう、そんなことないんだろうけど、気にしすぎ。ね、うん、まあ、いいよ、だって後輩だもん。うん、でも後輩から来られる分にはめっちゃ嬉しいよね。うん、こんばんは。そうなんね。ゆうねより多分くるみちゃんのが左手の。え、そうかな。ゆうねちゃんだいぶだよ。いや、ここ二人がもう過剰なんだよね。え、ほんと。うん、嘘。だって、うん。いや、もうどうだろう。そうなの、私の天使なんよ。そうなんね。天使なの、天使なの、わかる。うん、民っていうか天使なの。そうなん、ね、洗脳されてるんだね、多分ゆうねちゃんに。私のせい。絶対に違うからね。もし私が SK に入ってなくてもこうだよ、くるみちゃんは。ごめん、とそんな私のせいにしないで、絶対に違うから。まあいいや、いいことだよ。良くないことではない。良くないことではない。そう、良くないことではない。尊敬。うん。ハト、ありがとう。てつちゃん、8時半過ぎてた。ね、ほんとに。注意発表します。はい、どうぞ。1、さっちゃん、このパワーありがとう。こんにちは、さっちゃん。
めっちゃ可愛いこれ、なんか豪華。ありがとう、さっちゃん、いつもありがとうございます。にじにじにじ、ココミンだココミンにはお疲れ様ごめんなさい、すいません、どうぞ。のりたかさん、ありがとう。3位はデイブンさん、ありがとう。4位はすぐたんさん、ありがとう。5位はかずきさん、ありがとう。ココミン好きではなかったっぽい。あ、すみません、ありがとう。何も言ってくれて。6位はすっちゃんさん、ありがとう。6位、ありがとう。7位はさとちゃん、ありがとう。7位、ありがとうね。8位はパンダくん、ありがとう。9位はプラチパスさん、9位、ありがとうございます。10位はノットシフトさん、10位、ありがとう。11位はナルタンさん、ありがとう。12位は群馬のさーちゃん、ありがとう。13位はやっくんまめさん、ありがとうございます、うん、ありがとうございました。それでは次はくるみちゃんです。はい、くるみのランキングを読みまーすあれどうした？あ、いけたいけた。では読みますね。13位たくやまる、ありがとう。13位おめでとう。はい、これ、はいはい、すいませんね、うん、12位しげさん、ありがとうございます。食べ過ぎじゃないの、3粒しかない。違う、ゆめちゃん1粒しかない。嫌なわけみたい。5時ぐらいから食べてるもん美味しかったからちょっと食べちゃった11位ブルルさん、ありがとうございます。11位おめでとう。弱いよ弱いよ弱い弱いよ、盛り上げて盛り上げて10位セイキさん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。そして9位ペコポン、ありがとう。9位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして8位ふーたさん、ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そしてあ、変わっちゃった。あー、あれあれですね。10位岩尾さん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして7位正春さん、ありがとうございます。7位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして6位スランプくん、ありがとうございます。6位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして5位アンキューさん、ありがとうございます。5位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして4位ピースケさん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして3位ニャンタさん、ありがとうございます。3位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして2位ガンバレットさん、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ。そして1位ポートグリルさん、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとうございます。みんな今日もありがとう、みんな今日もありがとう、今日も一日お疲れ様でした。明日も一日頑張ろうね、イエーイそうだよ今日は早めでした。いい、いいですね。みんな明日もお仕事頑張って、頑張ってね、頑張ってね。今日も一日お疲れ様でした。じゃ あツーショット会明日までだよ、みんな。そうなの、明日まで、7日までじゃない確か。お昼12時とかのやつ、うん、え、うん、あ、お昼12時だって。そうだよ、来て来てほしいです。切実に切実にゆくるのツインの合格キス取ろうね、ツインだよ、合格キス待ってるね。昇格して1回目だからね、切れるの。そう、衣装で髪型変えるの初めてなんだよ
な待ってるからね。来てね。やばい。やばいやばい。みんな来たくんに来てね。おかしいね、日本語わかんないや。あの日本語の作り方わかんない。難しい。来たくんだよ。来たくんだよ。待ってるね。泣いてないよ、大丈夫です。元気です。はい、元気です。みんなに会うために元気でいるので、皆さん会いに来てください。お待ちしてます。いやー、これもすっぴんなんし、前もう帽子かぶってたからぶっそぼそだけど、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ちょっと待ってます。バイバーイ。僕たち猫だったのか。にゃん。バイバーイ。ありがとうございました。あ、だるまありがとう。バイバーイ。ありがとうございました。やばい、その話じゃない。